こちらでは、ジェトロが無料で公開している原産地証明ナビの概要をご説明します。日本と中国、韓国間では初の経済連携協定となる RCEP が2022年1月1日に発効し、企業様の EPA 利用の重要性が高まっております。原産地証明ナビは、そのような輸出や EPA 利用にあたって必要な書類を簡単かつ効率的に作成できるツールです。ジェトロのこちらのウェブページから簡単な利用者登録をしていただくとダウンロードできます。未登録の方はインターネットでジェトロ原産地証明ナビと検索してみてください。本ツールの特徴を3つご紹介します。まず、本ツールではガイドに沿って必要情報を入力いただくことで、各書類のフォーマットに情報が転記出力され、簡単に書類を作成することができます。また、入力した原産地規則や材料の情報に基づき、関税分類変更基準や付加価値基準の原産地規則を満たしているかを簡易的にではありますが、自動判定することが可能です。最後に、企業情報や商品情報といった繰り返し使用することが予想される情報を蓄積し、取引の都度入力する手間を省き、効率化を図ります。本ツールを利用して作成できる書類は次のものです。まず、対比表や計算ワークシートなどの EPA 利用に必要な根拠書類です。こちらは第三者証明制度を採用している EPA を利用する際、原産品判定で日本商工会議所へ提出する書類であり、ナビでは関税分類変更基準、付加価値基準、その2つを同時に満たすものを作成することができます。次に、原産地申告書類です。ナビでは自己申告制度を採用している EPA の原産地申告書類が作成できます。最後に、インボイス・バッキングリストです。EPA を利用しない輸出でもご利用いただくことを想定しており、一般的なインボイス・バッキングリストも作成することができます。このように本ツールは、EPA の根拠書類やインボイスなどを効率的に作成したい企業様や、EPA の原産地規則を実践的に理解したい企業様、また、社内での EPA 利用や貿易実務の体制を整備したい企業様におすすめです。ご利用にあたっての注意事項、免責事項がございます。こちらの書類は原産性の判定機能がありますが、利用者ご自身で入力された原産地規則に基づいて簡易的に判定するものであり、判定された原産性の有効性、正確性、完全性及び有用性を保証するものではありません。その他にもご注意いただき点がありますので、必ずご一読ください。合わせて、こちらのウェブページの利用に関する注意事項もご覧ください。また、本ツールをより多くの方により効果的にご活用いただくため、ウェブページ上からアンケートをお願いしております。皆様からのご意見は可能な限り回収に反映していきたいと思いますので、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。原産地証明ナビの概要説明は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。実際のご利用方法の詳細については、引き続き解説編、実践編の動画をご覧ください。